メッサーシュミット M28 座席の M20 とパイロットエイリヒプスとメッサーシュミット M20 は1920年代から1930年にかけて開発された乗客10名のドイツの旅客機である。1930年代にルフトハンザドイツ航空の多くの航路で使用された。M20 はメッサーシュミットの前身のバイエリッシュフルークツーイクベルケで ウィリー・メッサー・シュミットが設計した。ルフトハンザ航空は、初飛行の前に2機の注文を行っていた。M20 は 500HP の BMW バイア V-12、水冷エンジンを搭載した8座席の旅客機、BFWM18D の発見型であった。M20 の高翼の単用型持ちの機体で、主翼は、ジュラルミン製の桁と、外皮からなる D 型セクションからなっていた。 胴体は全金属製でデュラルミンのフレームと外皮で長方形の断面形状であった。両側面に4個の角形の窓が8名の乗客のために付けられていた。1928年2月26日に初飛行が行われたが事故で失われ、パイロットのハンス・ハックマックは低高度で脱出し、機体の破片により死亡した。 二期目の M20 は1928年8月3日に飛行し、ルフトハンザの最初に採用された。性能は優秀であったので、ルフトハンザは10座席にした拡大した機体、M20 ビットを12機の注文した。M20 ビットは主翼に植え、帰り角が付けられ、尾翼の形状は丸められた。ルフトハンザの M20 は、スイスからドイツを経由して、 オランダへの航空路やシュトゥットガルトからマルセイユ経由でバルセロナへの航路を飛行した。1930年代の半ばからドイツ国内の航路で運用された。2機は第二次世界大戦中の1942年まで飛行を続けた。1機の機体は1937年にブラジルへ渡り、1948年に墜落するまで飛行した。 これが戦争を生き残った唯一の M20 であった。1928年の事故で死亡したパイロットハンス、ハックマックは、ルフトハンザーの社長のエアハルトミルヒの親友で、事故後のウィリー・メッサー・シュミットの態度に激怒し、メッサー・シュミットを嫌うようになり、契約を破棄し、BFW を破産させた。ドイツの再軍備の開始と、 ユンカストの友情によりメッサーシュミットは1933年に再起するが航空省のリーダーになったミルヒはメッサーシュミットが BFW の経営権握るのを1938年まで妨げた。ありがとうございます。